まずは新しい歴史をご紹介いたします。平成11年4月26日生まれ、地元川崎市の出身です。おととい4月9日付での出場権を取得いたしまして、つい今しがた終わりました川崎競馬会社の第8競争でジョッキーとしてデビューいたしました。川崎では八木達義厩舎に所属いたします。それではお話を伺いましょう。頑張れ。デビュー果たしました。今の気持ちを。まあこれからだなって感じですか。短距離だったんですけれども、レース中のことを覚えてらっしゃいますか。正直あんまり覚えてないっていうことは後で怒られちゃうと思うんで、まあ普通に最初なんで最初は肝心だと思って。先輩たちのいろんなレース見てきた中で自分なりに精一杯の騎乗をしようと思っていたので、すごいそう、はい、今日もたくさんの応援団駆けつけてくれました。ありがたいですね。そうですね、本当にありがたいです。これからこれから頑張るよ。勝負はピンク一色だと、まあ、正式故障ですけど桃っていうことになって、桃色の桃っていうことになってこれ桃とですか。そうですね、はい、自分の中では桜としてこのピンクは使ってます。桜井の一色の桜井一です。さあ、ファンの皆様にメッセージをお願いしましょうか。これから自分が彼女は中心となって川崎競馬場、あとは競馬全体を盛り上げていけるようなジョッキーを目指していきたいので、応援よろしくお願いします。いいね。日本も世界各国で騎乗を続けまして、数々の大レースも制覇されています。中でも昨年韓国で行われましたクリアカップを日本のクリソライト号で制覇したのは皆様もご記憶に新しいことと思います。日本での期間限定騎乗、平成27年の北海道競馬、そして昨年から今年の1月にかけまして南関東は大いに所属しまして、3ヶ月ほど騎乗されました。今回3回目ということになります。それでは藤井騎手にもお話を伺いましょう。ご紹介しますが、3回目ということになります。意気込みを聞かせてください。そうですね、まあ、今回日本でやる企業コンシューターというのが3回目ですけど、まあ、いきなり長崎大前回の企業を終えて、まあ、今回は川崎というのと、そして多分上野に厳しい結果になりまして、あの環境の皆様に分散して、まあ、僕自身はまた新たな気持ちでスタートしたいなと思います。北海道で騎乗した時に18勝、前回の南関東の1月までで22勝、さらに上がった。そうですね、またこちらで前回騎乗して関東市の皆様にも応援いただいたので、また騎乗いただいた時はさらにいいものを持ちたいなと思います。大きいレースもという期待もあると思いますよ。はい、やっぱり去年見据えた時は記念した新人やばいファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、また帰ってきました。頑張ってくれますので応援よろしくお願いします。ジェイクの本日の国内競技として6月30日まで、3ヶ月間南関東で期間限定騎乗、再びの南関東での期間限定騎乗となります。藤井寛一郎騎手の紹介でございました。それでは